どうも皆さんこんにちは、ミッタです。心にいつもワンパクピースということで、昨日はワンパク相撲全国大会が両国国技館で開かれて、僕も行ってきましたね。いやー、この大会といえば小学生で相撲をやっている相撲キッズにとっては非常に重要な大きな目標となる大会であります。今回はね、この大会の結果と、そしていましたね、日本のこれからの相撲界を背負って立つような優秀な選手たち、子供たちがいっぱいいたので、僕目線でね、気になった選手を紹介していこうと思います。それでは早速ワンパクピースということで始めたいと思います。まずは4年生の結果から見ていきましょう。4年生の結果はこんな感じでしたね。優勝、ワンパク横綱に輝いたのはウクライナチーム、グリツコフ・エフゲン君、おめでとうございます。ワンパク相撲、今年はですね、モンゴルチームと、そしてウクライナチームの2つの外国チームが出ていたんですが、多分ワンパク史上初めてじゃないですかね。ウクライナのグリツコフ・エフゲン君が優勝しましたね。いやー素晴らしい、本当に非常に誇らしげな表情が印象的でした。まあ、手足が長くてね、非常に突き押しが光っていましたね。まあ、リーチが長いので、このね、手を伸ばして突っ張られると、なかなかね、みんなこう回しまでたどり着けないと。たどり着いたとこでも、まあ、投げが上手なのでひっくり返されちゃうというところでね、まあ、決勝戦もそのような相撲で優勝しましたね。引き落としだったかな、決勝戦はね。はるばる東京まで来て、まあ、時差とかもあると思いますけども、その中で力を発揮した、素晴らしいと思います。そして準優勝、片桐時くん、この子がね、また素晴らしかったね。うん、体はね、そこまで大きくないんですけども、しっかりと立ち合い、いい角度でバシンと当たって、その後はね、いい押っつけを武器に攻めていくんですよね。立ち合いの圧力もあるし、押しもうまいし、角度がいい、角度がいい。そして押していく体勢もね、すごくいいんですよね。この前が崩れない、まるでね、若隆景ですよ、これは。いや、素晴らしい選手だと思いましたね。まあ、決勝は敗れてしまってね、涙となってしまったんですけども、いや、このまま、このスタイルね、ぜひ貫いて、どんどん頑張っていってほしいですね。片桐くんのこのスタイル、前を固めて崩れない、この体勢っていうのは、体が小さな力士でも、大きな力士でも、非常に、誰にでもね、重要なことになるので、この方がすでにあるというのはね、もう素晴らしいなと思いましたね。非常に将来が楽しみ、このまま続けていってほしいなと思います。その他4年生でね、気になった選手は高岡親部チームの高森信也くんかな。うまいんですよね、前さばきが、巻き返しとかうまくて、相手に刺されたらすぐにパッと巻き返したりとか、相手にね、回しを与えなかったりとか、その後の体の寄せ方とか、なんかちょっとこう小学生っぽくない、いい意味でね、非常にテクニックを持った選手で、素晴らしいなと思いましたね。あとは加賀チームの浜田すばるくんかな。立ち合いが良かった、とにかく立ち合い4年生ではナンバーワンじゃないかなと思うぐらい良かったですね。その後の崩しとかもね、素晴らしかったなと思いますね。その他ベスト8以上に入ってない選手で良かったなと思ったのは、長野 A チームの藤谷海斗くん、彼のね、立ち合いの角度とか素晴らしかったなと思いましたね。あとは静岡富士山チームの高坂匠くん、彼も圧力あったね、強かったなと思います。まあ、あとは福井チームの板倉康生くん、非常に回しを切る技術がうまくてね、びっくりしちゃいましたね。
ということで4年生はウクライナチームのグリツコフ・エフゲン君が優勝しましたね。そして5年生の結果はこんな感じとなっています。優勝は世田谷区チームの金子元気くん、おめでとうございます。金子元気くんは個人的に今大会ナンバーワンマイフェイバレットスモーキッズかもしれないですね。いや非常にね好きですね。はい、強いし、まあ、優勝したからもちろん強いんだけども、立ち合いもいいし、その後の腕もよく伸びると、うん、これも素晴らしかった。体のねバランスもいいし、まあ、体幹もいいなと、とにかくバランスが良くて非常にいい選手だなと思いましたね。準決勝では昨年優勝した大島翔唯くんと対戦しました。大島くん非常に体が大きくて、それでいてね器用で素晴らしい選手なんですけども、その大島くんに対してしっかりと下から当たっていって相手の後ろについて送り出しみたいな、いやー素晴らしかったね、うん、非常に見応えのある対戦でした。まあ、決勝でも大逆転の勝利で喜んでいる姿がね可愛いなと思いましたね。そしてこれはいい意味でなんですけども、なんかサポーターとかねいろいろついていて、なんか小学生っぽくなくてね非常に微笑ましかったですね。いや金子元気くんの相撲好きですね、うん、いや本当に素晴らしかったと思います、うん、出足も良かったしね、文句なしの優勝だと思いました。まあ、5年生その他、そうですね、大島くん3位となってしまいました。昨年に続いての連覇はならなかったんですけども、それでもやっぱ強いね、でかい、圧倒的にでかいんだけど、大きさだけじゃなくてやっぱバランスいいね、うん、攻める時のバランスがいいなと思いましたね。まあ、ここまで安定してるのも納得だなという感じですね。あとはベスト8の岩上日向くんですね。岩上くんは昨年2位なんだけども、まあ、今年はベスト8で大島くんと当たって敗れてしまいました。まあ、この組み合わせは昨年の決勝戦と同じということで、非常に見応えありましたね、うん。ベストバウトと言ってもいいかもしれません。岩上くんのトレードマークはまあちょんまげなんですけども、岩上くんもうまいね、巻き替えとかうまいね、もう小学生でこんな巻き替えうまいんだっていう、もう素晴らしいセンスしてるなと思いましたね、うん。まあ、この2人やっぱライバルって感じですね。本当に見応えあって見ていて面白かったですね。あとは森田久保君、ベスト8の、うん、彼の馬力とかもね非常に良かったと思います。圧力が素晴らしかったですね。あともう1人ベスト8の徳本君、彼のね寄せがうまかったね、うん、体のより寄せ、うん、非常にうまかったと思います。まああとベスト8に残っていない選手だと熊本選抜 A の松永千明くん、ガブリが良かったですね。琴将棋配りのガブリで、はい、ベスト16かな、うん、いい相撲を見せていました。あとは新潟チームの山田健志郎くんの突き押しとかもね非常に力強くて見ていておっと思いましたね。まああとはね神奈川 A チームの山地康介くん、手つく前に気合い入れるんですよ、シャーみたいな、あれが可愛かったですね、うん、結構勝ってたしね、うん、非常に面白い選手だなと思いました。さあ続いて6年生最後ですね。6年生の結果はこうなっています。足立区チーム梅松龍河くんが2連覇達成、素晴らしい、おめでとうございます。いや梅松くんでかいんだ、本当に何キロあるんだろうね、130キロぐらいあるんじゃないかなっていう、本当にでかい、でかいんだけども、なんか上半身がでかくて足がみたいなタイプじゃなくて、足が太いんで非常にね下半身が安定してるんですよね。それでいってその体を余さずこう相手にぶつけていく、自分の正面から逃がさないみたいなのが上手で、いやあの圧力を正面から受け止められる
選手はそうそういないだろうなと思っていましたね。まあ圧倒的優勝だったなと思います。文句なしの今大会ナンバーワンの選手だったと思いますね。立ち合いの体の大きさもあるし、強くもあるし、相手逃がさないし、こう寄せていくのも早いしね、全くほぼ危なげなくの優勝だったなと思います。まあさすがですね。ちょっと相手がかわいそうなぐらい強かったですね。準優勝の兵道くん、2年前ベスト8だったんですね。最後の年、今年は決勝戦まで行ったんですけども、ちょ梅松くん強かったなって感じですね。そして3位、山口県選抜の永田樹くん、相変わらずうまいね。なんか運動神経いいなと、なんか何してもスポーツ得意そうな感じはしましたね。昨年3位、4年生の2年前は優勝ということで、2度目の優勝はならなかったんだけど、やっぱ安定して強かったなと思います。なんか試合巧者って感じでしたね。そしてもう一人の3位、唐島康介君、この選手面白かったですね。あんま大きくないんですよね、この上位入賞した他の選手と比べて。むしろ、まあ、普通体型ぐらいなんですけども、立ち合いで潜りに行きます。スッと下に潜ってね、下から攻めたり足を取ったりということで、非常に運動神経が良かったですね。また足を取ったり下に潜った後の攻めもいいんですよね、速くてね。準決勝では兵道くんのね、足を取ったんだけど、そこでまあひっくり返されてしまって、まああれはね、兵道くんが上手かったんですけども、非常にこう見せる相撲で3位入賞、立派だと思います。その他と横江弘人君、宮城県チームの昨年準優勝だったんですけど、彼も良かったね。立ち合いの圧力があるわ、四つ相撲バシーンと当たっていって、まあ、体幹もいいしね、非常に素晴らしい選手でしたね。あとは兵庫県 B チームの和田三太君、彼も体の寄せ方っていうところがね、うまいなと思いましたね。6年生、名前を挙げていない選手だと、大阪 A チームの阿部壮太郎くんかな。昨年はベスト8だったんですけど、今年は、まあ、3回戦で敗れてしまったんですけど、いや、いい相撲だね。なんか、タケル富士みたいだなと思いましたね。強くなりそうな感じですね、今後ね。あとは、金沢チームの片桐朝日くんね。まあこの子もね、うまいんだね。お兄ちゃんは片桐京成君、今年の中学横綱候補ですけども、立ち合いのね、角度がいいのと、1回目立ち合いのあと距離できた後の2回目の当たりもいいんですよね。これ2回目の当たりって結構ね、バシッといける、こう小学生だとあんま多くないんですけども、まあそういったところもね、良かったと思いますね。大阪 C チームの三好隼人君、体ちっちゃいんですけど足取りうまいね。体幹も良くて、この子も体が大きくなってきたら楽しみだなって感じはしましたね。まああと1回戦で負けてしまったんですけども、香川チームの村上春くん、この選手は僕じゃないんですけど、僕のね、同い年の YouTuber ケンティという、まあ、相撲のパーソナルトレーナーやってるやつがいるんですけども、このケンティ一押しが香川チームの村上春くんでしたね。まあ、非常にね、体はちっちゃいんですけども、立ち合いが良かったのと、最後こう負ける時も足にしがみついて、なんとかこうこらえようとしていて、ケンティ曰くこういう子は絶対強くなると言っていましたね。村上くん、ぜひ相撲を続けてほしいなと思います。まあ、あとは個人的には埼玉選抜 B チームの笹原飛鳥くんですね。ネットフリックスの相撲ドラマサンクチュアリにも出演して、まあ、それ以来の仲なんですけども、まあ、これまでなかなかね、大会で力を発揮できていませんでしたが、今日はね、今回は非常に馬力がついていたのと、まあ、堂々と相撲取っていましたね。しっかりと押し相撲っていうものを取り切れていたのがね、まあ、成長を感じましたね。まあ、梅松くんに負けてしまったんですけども、梅松くんにも恐れずぶつかっていってよかったなと思いましたね。
はい、ということでわんぱく相撲全国大会、僕が気になった選手を紹介していきました。まあ、これは本当一部で、それ以外にもね、みんな素晴らしい選手で、他にもたくさん気になった選手いたんですけども、話しすぎるとちょっと動画が終わらなくなるので、この辺りで一旦切り上げたいと思います。まあ、今年の大会を振り返って、個人的に熱戦が多かったなと思いましたね。非常に見応えある相撲が多くて、そういった選手も多くて、今年はね本当にしっかりと見てたんですけども、結構楽しめたなという感じでしたね。途中ちょっと運営側の不手際でなんかねごたついちゃったりしちゃったところがあって、まあそこはねちょっと選手たちがね、まあちょっと残念なことになってなければいいのになとは思うところはありましたけど、まあそういったところを加味してもね、大会運営っていうものは、まあ、割と円滑に行われていたんじゃないかなと思います。特に大きな怪我もなさそうだったしね。まあ何より本当見ていて楽しい相撲が多かったので、素晴らしい大会だなと改めて思いましたね。わんぱく相撲全国大会、まあこれにて小学生の夏のビッグイベントが終わったわけなんですけど、来年はね、なんと今年39回なので来年40回、来年はどんな大会になるんでしょうか。まああと僕の願いとしては、この大会に出たスモーキーズ、まあ出てないスモーキーズもそうですけども、今後も楽しく相撲を続けていってくれたらなと、それが一番だなと思います。はい、ということで今日はわんぱく相撲全国大会の結果と注目選手の動画でした。終わり、アディオス。